はい、中村翔太です。こんにちは、宇野優子です。はい、こんにちは。今はハワイに来てます。ハワイに来てます。ここはオアフ島で、昨日まで、ハワイ島でリトリートしていて、ね、昨日帰ってきたんですよね。はい、昨日の昼ぐらいにオアフ島に帰ってきて、はい、で、今日は今ここで動画を撮っております。はい、はい、ちょっと今見せれないんですけど、ここは目の前が海で、とても綺麗な景色です。ワイキキの隣ぐらいにある、何でしたっけこのビーチは。あ、そうなんだ、これワイキキじゃないんだ。あ、ワイキキビーチのちょっと隣なんですよ。うん、そう、だから、はい、ダイヤモンドヘッドがすぐ後ろにあるっていうビーチですよね。だからすごい静かですよね、ビーチも。うん、ね、今回ハワイ来てみてどうでしたか。まあ、オアフ島っていうかハワイ島かもしれないけど、やっぱりこうハワイ島のリトリートは本当になんか深いところの自分に向き合うことを決めてきた方が参加されたんだなっていう感じがしましたね。そうですよね。うんうん、あととってもなんか今回の参加者さんたちの個性の一つとしてすっごい優しい方たちが多かったですね。エジプトもね、もちろん優しい人たちたくさんだけど、今回は本当にその優しさっていうところを本当にすごいこう自分のベースにして生きている方たちがすごく多かったなっていうふうに思いました。はい、で、ペレともすごいたくさんお話をしたけど、ペレってなんかこう怒りとか嫉妬の女神っていうよくね表現されたりするんですけれども、実際にねこう現地でつながってくると、当時のねそういう風な印象というよりかはすごく優しくて、まあ、もちろん芯もあって、でもなんかすごくそういったこう自分と深いところと向き合うとか、自分の才能を生かして生きるっていうことに関してなんかとっても何て言うんだろう、まあ全力でこう応援してくれるような、すごいそういった優しさやマイルドさっていうのを感じるようなリトリートだったので、またこうペレっていう印象もすごく僕の中で変わったリトリートになったなと思ってます。なんかペレといえば、はい、なんかすごい力強くて、うん、ちょっと怖さもあるような印象でしたもんね。なんかそういうね、イメージもあるみたいだけど、そうだからすごくそのチャネリングを通して、メッセージを通して、皆さんが自由に生きることっていうのはすごく地球へのギフトになるし、周りの人に対してもすごく大きなプレゼントになりますよ。だから皆さんが自由に生きるっていうことはもう本当に独りよがりなこととは違うんですよっていうことをすごくこう、なんだろうのかな、ね、熱心にっていうのかな、すごくこう伝えているっていう、そういった本当に印象だったので、はい、やっぱり実際こうやって来てつながるとだいぶ違うよなって改めて思いました。はい、はい、で今日は、はい、まあ、そんなハワイの話とかもね、またゆっくりできたらなと思ってるんですけど、今年の冬至12月22日に、はい、サファイアの忘年会っていう、はい、目覚めとか統合の忘年会パーティーイベントっていうのをやるんですよ。はい、はい、多分メルマガとか、ゆうこさんのフェイスブックとか見てる方とか、知ってる方とかもたくさんいるんですけれども、なんかそういう冬至の話とかもちょっとしたいなと思って、はい、この日はそう、冬至っていうのは、まあ、夏至とか春分とか秋分とかいろいろあると思うんですけど、すごくその覚醒のエネルギーが高まる日にちなんですよね。その冬至の前後っていうのはとってもエネルギーが高まります。で、そういったエネルギーを僕たちっていうのはこう無意識でも使って新しい自分を開いていこうとしたり、さらにこう目覚めを加速していこうとしたりするんですよね。なのでこのタイミングに、どういう過ごし方をするか、どういう意図を持って時間を送るかっていうことは、その後のその人生の加速の仕方、意識の覚醒の仕方っていうのに、まあ、関係してくる部分があるので、まあ、僕自身もすごく大切にしてきたんですよ。これまでも冬至とか秋分とかっていうのは。で、今回はこの、まあ、冬至の目覚めの忘年会パーティーっていうのを通してこう目覚めていくっていうことに今日ことを決めている人たち、深いところで興味を持っている人たちとともに統合したり、トークイベントしたり、まあ、ちょっとしたゲームをしたり、あと美味しいご飯を食べたりしながら、波動をこう目覚めの波動を共鳴させながら、その冬至のゲートを共にくぐっていこうっていうイベントで、はい、やっていきたいなというふうに思ってるんですよね。はい、その日は
いつもこうベラベラ喋るのは僕の方で、ゆうこさんはいつもこう隣で微笑みながらみんなを癒してくれるっていう役割をしてくれてるんですけど、この日はね、ゆうこさんもトークイベントしてくれるんですよね。いや、なんかどうですかっておっしゃっていただいてね、うん、なんかやっぱりこうこの1年本当に翔太さんと一緒にこうリトリートをしたりスクールをしたりした中で、それをうまく活かせてどんどん変化してる方っていうのはやっぱりすごい、自分とこう辛い意味とかじゃなくて、ちゃんと自分の気持ちとか本音とかっていうのをしっかり掴んでる方だなっていうのをすごい感じたんですよね。だからやっぱり統合とか目覚めとかっていうのをキャッチしてても、なんか焦りと、なんだろう、その情報だけをたくさん得てもやっぱり自分としっかり向き合うことをすることをしないと全部なんか上滑りしちゃうというか、なんかそういうのを感じたんで、改めて私もその自分と向き合うってどういうことだろうなとかっていうのを考えたり感じたりすることが最近多かったので、そういうのをちょっとシェアしてなんか行きたいなっていうのを思いました、うん、いや、とってもね、大事ですよね。昨日もラーメン屋さんでこういう話してたけどさ、はい、本当大事だなと思います、うん、僕自身逆にこう人に何かをお伝えする側、発信することをやってる時間が僕の場合は長いんですけど、やっぱりその、ね、自分でセミナーやっててなんですけど、そのセミナー中に本当の学びがあるって僕はあんまりないと思ってるんですよ。そこで蒔いた種というか刺激みたいなものを、まあ、ある意味ではセミナーで共有して、でそこでピンときたものを人生で使ってもらったり、自分の人生っていうストーリーの中で使っていったり向き合ったりすることで本当の意味で生かしていける部分ってたくさんあると思うので、うん、だから逆に言えばこう僕自身はゆうこさんを見てると、なんていうのかな、すごい行動力がある方なので、もう世界をいろいろこう飛び回ったり好きなこともたくさんやって、でそういうふうにやっぱりね、行動しながら人生を動かしていく、そしてそうすると自分とまた向き合うきっかけってたくさんあるなって。だからただね、狭い部屋の中で向き合うだけじゃなく、人生そのものを通して向き合ってる方だと思うので、そういった方のこう自分と向き合うっていうことの視点っていうのはずっととっても興味深いなと、僕自身もぜひ聞いてみたいなと思いました。ちょっと風が強い、はい、なんか雨も微妙に降ってきた、雨降ってきた、ね、はい、そうなんですよ。で、そうね、だからこの日は、場所は、あ、まず日にちは12月22日、はいはい、ですよね、の当時です、当時の日に、うん、まあ、みんなで目覚めを決めている人たち、うん、興味がある人たちと共鳴をして、うんうん、共鳴すると目覚めのエネルギーってめっちゃ大きくなるんですよ。でその大きなエネルギーでグワーンってくぐっていくとすごい加速していくと思うので、まあ、そういうこうフェスティバルというかお祭りになったらいいなと思って、で場所は、表参道ですね、はい、うん、表参道だっておしゃれなとこじゃん珍しい。いや、なんか翔太さんがあれですよ、統合イベントを、うんうんうん、表参道でやるって言ってましたもんね。そうそう、その日同じ日に僕は昼間、うん、統合のセミナーやってて、ワークショップやってて、そう、それがもう満席で、はい、でね、それ気になってるけど来れなかったとかいう人もぜひ来ていただけたらいいなって思うんですけど、キャンセル待ちの人とかもいるから、そうそうそう、興味があるのね。あと、まあ、近くの会場でやるんですけど、うん、なんかね、そこの会場が結構ね、ゴージャスな雰囲気で、綺麗だったよね。はい、なんか私たちっぽくない会場ではあるんですけど、うん、でも大丈夫、ゆうこさん似合うなんかやっぱりそういうところを会場にしちゃうと、うん、私なんか行くの気遅れしちゃうなとかいう方もいるじゃないですか。でも全然カジュアルな格好で来ていただいても大丈夫だし、うんうん、ね、まあ、やっぱりね、自分に集中するっていうのが大事なんで、うん、自分が心地いい格好で来ていただくのがいいかなと思いますね。ね、いいよね。そうそうそう。うん、だから別に僕も多分普通だと思うんで、多分スーツ、ちゃんとしたスーツを持ってないもんですよね。そうそう、だからカジュアルでもいいからね。そう、なんかそういうなんか、うん、やっぱりで。今回人数すごい多く設定したんですけど、うん、まあ、そんなに多く人数来るかわかんないんですけど、うん、なんでそうやってちょっと大人数をあえて設定してみたかっていうと、うん、やっぱり私も統合ワークとかやるんですけど、うん、これ大人数で統合した時の、うん、パッて目開けた時の周り
がすごい明るくなる、波動が高くなる感じっていうのが、やっぱりすごい大人数で共鳴するってこういうことかっていう、なんか違いがね、はっきり分かりやすいんですよね。でしかもその当時の日に目覚めを決めている人たちと一緒に大きなこうエネルギーを動かせたらいいなっていう思いがあって、あえてねちょっと人数多めに設定したんですよ ね。そうですよね、もうね本当に、いろんな人たちと共鳴して大きな外し方を、また当日はもう統合のワークもやりますね、感じで、で特にねこの日はね、なんていうのかな、こう自分自身に愛を持った感謝をたくさん込めた、やっぱりこういうねアセンションのタイミングに準備してきた魂だから、みんなね、だからそういう風な準備をしてきた自分自身に対してもうありがとうっていう気持ちをたくさん込めた統合を、この年末にみんなでできたらいいんじゃないかなって。だから特にまたこう統合っていうのがこう必死になりすぎて、必死になんて本当はね僕はならなくていいと僕は思ってるんです、でもそうね、なんていうのかな、そういうふうな気持ちになる部分も気持ちとしてはわかる、でもなんかそういうふうなこう統合だとかっていうのをなんか、よりこう自分と向き合うことは変わりないんだけど、でも愛を持って、自分自身に愛を持って、そしてありがとうの気持ちをたくさん持った統合っていうのをなんかこうしてみたい方というか、そういうふうな感覚を知りたい方にもぜひおすすめだなって思ってます。あとこうゲームっていうか、ゲームみたいなゲームって書くとなんかゲームしなきゃいけないのかなってなりますよね。ゲームっていうかなんていうのかな、ちょっとしたこうくじ引きやろうと思ってて、はい、でそこではいろいろプレゼントを用意して、はい、今年いろいろ僕たち海外も、海外だけじゃない、本当にいろいろ2人で何カ国っていうか何回旅行したか分かんないよねってぐらい。そうですね、各自いろいろ行きましたから ね。そうそうそう、エジプトも行ったし、ゆうかさんインドかなんか行ってたし、そうなんですよ、いろいろ行ったもんね、パリ行ったり、だからそこでいろいろ買ってきたものというか、景品っていうのかな、そうそうにしてちょっとこうくじみたいなのをやったりしながら、ちなみに僕が今用意しているものはフランスのルルドっていう聖母マリアの場所があるんですけど、そこでその聖母マリアのエネルギーというかっていうのがしっかりとこう入っている湧き水があるんですよ、でそれってね現地で取ってもらってくることができるんですね。でそれをね聖母マリアの、ね、こんぐらいのこうちっちゃい瓶に入れて今自宅の冷蔵庫に保存してありますのでそういう浄化の、ルルドの浄化の水だとかっていうのを、そういう富士で当たった人にこう渡しできたらなとかって思ってます。すごい可愛い瓶に入ってますよね、聖母マリアの。あ、そうなの、聖母マリアがね書いてある瓶でね、ルルドもすごく僕にとって素敵なエネルギーの場所だったので、そういう本当にこういろんなパワースポット行ってる僕2人なので、いろんなところのそのパワーをエネルギーを込めたものをこうなんていうのかな、その日は渡してきたらなって思ってます。そう、私もインドでちょっとねガネーシャのね、グッズとか買ってきたりとか、すげー高そう。あとエジプトでも、エジプトのね綿って、エジプトのタオルってすごいふわふわなんですよ。エジプト綿っていうのがすごい良くて、でそれの、ちょっとねアンクの。こう刺繍が入ったタオルとか、あとねエジプトの太陽祭の時に、なんかサンキャッチャーに、そのエジプトの太陽のエネルギーをアチューメントしたサンキャッチャーがあるんですけど、そういうのそうそうそういうのとかをね出したいなと思っていて、うわー素敵だね、はい。あとハワイでもね、これからなんか買ってきたいですね。ね、今日雨の予定なのに晴れてるから、あ、そうですね、なんかね、あ、素敵と思ったものは忘年会に持っていきたいなと思うので、それでね、くじでみんなと共有できたらなと思うんで、なんかそんな感じでこうバッチリワークショップやりますっていうよりかは、ほんとこうパーティーだと思って楽しんで、でもパーティーといっても肩肘張らずに、そう、こういう人がやるパーティーだから本当にゆるく来てくれたらねそうそうね、大人数苦手っていう方もいると思うんですけど、ね、なんかよく聞くんですよ、なんか行きたいけどちょっと大人数苦手なんでとか聞くんですけど、そしたらなんで苦手なのかなっていうのも見てってもらえたらいいのかなって思いました。そうだね、そこに ね外すものとかもあるかもしれないね、でそれを外した上で、あ、やっぱり必要ないなと思ったら必要ないことだと思うし、外した上で興味があるんだったら、興味があるってことはほら
必要っていうか、うん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 、ね、呼ばれてるってことでもあるんだけど、うんうん、まあそういうのもね外して考えてみていただけたらいいんじゃないかなって、もう純粋に楽しみたいなって僕も思ってて、はいね、なんかお子さんもね結構お問い合わせいただいてて、そうそうそう、来てもいいですかって、うんうん、そうそう、お子さんもね参加していただけるので、はい、そうだから、なんか気になってるっていうか、なんか気になってるけど、イベントとかね、うん、2人でやるリトリートとかって、なんか突然ね結構ダイナミックな場所だったりとか、ね、日数とかも多かったりするから、うん、なんとなく始まったのがエジプトリトリートとか、結構ねそうそう濃密なことばっかりやる人たちなのですけど、そうだから気軽に来てもらえるような機会でもあり、うん、だけどなんか大きくエネルギーを動かせるような場にもしたいですよ ね、うんうん、ね、楽しく楽しいけど深さは、うんうん、いつも通り行きますので、うんうん、はい、雰囲気としてはすごい楽しい雰囲気だと思いますけど、そこから湧き出てくる、なんていうのかな、影響というかエネルギーというか、うん、そういったものはもうどっぷり深く行きたいなと思ってますので、うん、あとはなんかこうこのイベントを通してすごく僕自身もこう、まあ、自分自身もそうなんだけど、いろんな人たちに対してありがとうっていう気持ちを込めた年末のねイベントにしたいなって思ってますので、うん、なんかすごく本当今回のこのイベントだって本当はなんていうのかな、最初はねやるとかやらないとかってあんまり考えてなかったんだけど、うんうん、いろんなこう話の中で、うんうんうん、はい、やらせてもらう機会になったり、すごくやっぱりね、例えばいろいろこうリトリートとかやる中で、うん、ね、参加する人とね参加、あ、今回はね例えばいろんな、都合でできなかったよって人たちいるんだけど、うん、その例えば参加してないよって人たちもすごくね応援してくれてるなって僕は感じていて、うんうんうん、日本からすごくこう応援してくれてたり興味を向けてくれていたり、うんうん、だからこそね、まあ、細々と最近僕もブログとかやって写真だけでもみんなに渡したいななんて、はいはい、だけどそういうふうなね応援してくれてる人たちにもありがとうって言いたいなっていうのが僕自身の気持ちなので、なんかそれを表現できる当時をこう共に最高の形でくぐっていくっていうことを一つのこうありがとうっていう形にしたいなと思ってますので、楽しみですね、はい、やっぱりね、だ当日の話もトークイベントもそうだし、食べ物もそうだし、飲み物もあと9時の景品もそうなんだけど、この当時を共に最高の形でくぐるっていうことを一番大きなプレゼントに、はいはいはい、していたいなと思ってますので、ぜひそれをね受け取りに来ていただけたら嬉しいなと思ってます。嬉しいですね。嬉しい。そんな感じで、はい、はい、なかなかねお知らせの文章とかも書いたんですけど、ちょっと文章ではお伝えきれしきれない、うん、僕たちのこうなんていうのかな、思いっていうものがあったので、今回ちょっとこうハワイから動画撮らせていただきました。はい、じゃあそんな感じでいいですか、ね。はい。はい。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ当日待ってます。バイバーイ。